Google クラスルームを使って課題を配信しましょう。はじめに Google クラスルームを開き、課題を作成したいクラスの名前をクリックします。授業をクリックします。作成をクリックします。配信したい課題の種類に合わせて、課題、テスト付きの課題、質問、資料から選択することができます。ここでは、課題をクリックします。タイトルに課題のタイトルを入力します。こちらは必須となります。課題の詳細、省略化を入力します。こちらは省略可能ですが、課題についての説明を入力することができます。課題で使用するファイルを追加します。今回は Google スライドのファイルを添付する方法を説明します。プラスアイコンをクリックします。他に Google ドライブやファイルのアップロード、動画やウェブサイトのリンクを添付することが可能です。スライドをクリックします。Google スライドを開き、課題のタイトルを入力します。次に生徒のファイルに対する権限を設定します。Google クラスルームに戻り、課題のファイルの右側にある三角アイコンをクリックします。生徒はファイルを閲覧のみ可能、同じファイルを共同で編集可能、各生徒に別々のコピーを作成、の中から選ぶことができます。今回は各生徒にコピーを作成をクリックします。対象とするクラスや生徒、点数、期限を設定することも可能です。必要な情報を入力したら、課題を作成をクリックします。これで終わりです。お疲れ様でした。